京都を中心に活動する日本の4人組、ロックバンド。吉田康ただボーカルすべての作詞を担当。鳥居加入以前はギターも担当していた。ファーストではほとんどの作曲も担当していたが、その後は減っている。香川県三豊吉にある神社、涙やわたぐうの後取り息子である。ソロでは、 ダイナマイト関西等の大喜利イベントや、タモリクラブ等のバラエティなどにも出演。共感誌イベント、共感百景では、最優秀共感誌賞、優秀共感誌賞を受賞。また、俳優としても活動し、ドラマ、卒業バカメンタリーや、舞台、明日のアートをに出演。鳥居まみギターファーストでは2曲、その後は、作編曲のほとんどを手掛けるバンドの音楽的支柱。 使用機材は、ギブソンメロディーメーカーソロでは、おとといフライデー、姫の玉への楽曲提供や、また、プレイヤーとして、徳丸集合、スカートトータアーティストの音源、ライブに参加。選曲家としても活動し、三つ目の大竹正を、中谷庵及びライターの小柳美角との DJ チーム、ザコントに参加するほか、ピーター・バラガンとの共演をはじめとした多くの DJ イベントにも出演。 また、国ロックから遠く離れてや、トリプルファイヤーリズムアナトミーといった、トークイベントを不定期で開催している。山本恵古ベース使用機材は、ギブソンサンダーバード部もしくはフェンダージャズベース74。ラッキーサウンドの野望で、ギターテックとしても活動。ギター工房、アストロノーツギターズにて様々なアーティストのギター、ベースの調整、修理、改造を担当するほか、 オリジナルギターの制作も行う。また、バンド漫画に関する造形が深く、CD ジャーナル2016年3月号に、スカート沢部渡る、音楽ライターの松永良平とのバンド漫画についての提談が掲載されたこともある。大垣翔、ドラムバンドで唯一の会社員である。ラジオ番組、ハリエンタルラジオに参加。 ライブ一覧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 テレビテレビドラマ映画 CM 出演ラジオライブイベント出演た動画コンテンツ舞台参加作品参加作品著書書評コラム連載他ウェブインタビュー特集記事雑誌インタビューその他楽曲提供リミックス等参加作品映画音楽ライブセッション動画ライブ 選曲選曲イベント出演ラジオ出演機構、インタビュー、特集記事等連載機構その他、テキストライブトークイベント記事、掲載ギターテックギター工房、アストロノーツギターズにて、ラッキーサウンド名義で、ギター、ベース、エフェクター等の修理、改造、調整、またオリジナルギターの販売を行っている。ラジオ、ハリエンタルラジオ、ハリエコー日野ノ也大垣山田による、ラジオ番組、 当初は、ポッドキャストによる配信であったが、2017年11月1日より、YouTube チャンネルにて公開。トークイベント。ありがとうございます。